ようございます。マスターです。いらっしゃいということですね、今日もですね元気で行ってみたいと思います。いつもですね、ブログをご覧になってくださって本当にありがとうございます。今日はですね、久々にですね、ホワイトボードの前からですね送っていきたいと思いますけれども、前回ですね予告していましたマインドセットのですねお話をですねしていきたいと思います。なぜですね、今回マインドセットの話をしようと思ったのかですね、ですけれども、あなたがですねご存知かどうかは分かりませんけれども、人間っていうのはですね、小手先のテクニックとかでですね絶対動かないんですね。例えばですね、広告1枚にしてもですね、そこにですね人が動く原理であるとか原則っていうのが必ずあるんですね。それはですね、時がですね100年経とうが200年経とうがですね全く変わりません。人にはですねいつも気持ちがあるんで、僕たちはですね治療家として、あなたもそうですけれども、人をですね動かさせる、そしてですね自分を動かさせるですね人間にならなくちゃいけないんですけれども、このですねその動くですね元になるマインドセットのですね話をしていきたいんですけれども、でですね、結局マインドセットがですねないとですね、どんなにビジネスがうまくいこうが、うまくいかないようが何ですか、伸ばそうがですね、結局ですねマインドセットに舞い戻ってくるんですね。まあ一つですね三角形を描いてみてください。でこれにはですね3つの辺がある、まあ、3つのこのですね部分があるんですけれども、一番上はですね、これですねテクニックです。みんなの大好きな、僕も大好きですけど、テクニックです。 PPC 広告でこういうフレーズを出したら何パーセント反応率が上がる、こういうですねコピーでヘッドラインを書いたら、見出しを書いたらこんだけ反応が上がるってですね、そういうですね見える部分ですね、テクニックと言いますけれども、このですね次がですね、マーケティングですね。まあ、これは戦術とでも言いましょうか。ね、戦術。マーケティングっていうのは戦略です。どういうふうに戦っていくか。何に対して、目標を定めていくかですね。こういうマーケティングってですね、戦略の部分があります。まあ、これはですね、見える部分もですね、見えない部分もたくさんあります。ですけれども、テクニックよりかはそこにありますね。はい。そしてですね、今日お話しさせていただくですね、このマインドセットですね。マインドセットっていうのはですね、まあ、海がもしこうあったらですね、全然見えません。マーケティングとマインドセットっていうのはですね、全然見えません。そしてですね、一番重要なものであり、一番見えないところであるんでですね、人をですね、動かすところですね。あなたもですね、こういう話を聞いたことがあると思いますけれども、あるですね、優秀なですね、A さんという人とですね、またしてもですね、優秀な B さんという人がいてですね、二人ともですね、同じ時期に会社に入社して、同じ部署にですね、配属されて、同じ上司でですね、同じように頑張っていたんですね。しかしですね、3年後ですね、蓋を開けてみたらですね、A さんは全く出世していなかったんですね。一生懸命頑張っていたんですよ。朝早くから夜遅くまで働いてですね、一生懸命働いてたんですけれども、A さんの方は、まあまあ普通の出世街道だったんですね。まあ係長になったりとか、部署のですね、責任者になったりだとか、チームのですね、ブレーンの責任者になったりであったりしたんですけれども、なんとですね、3年後にですね、B さんはですね、同じ仕事をしたにもかかわらずですね、いきなりですね、取締役になってしまったんですね。まあ、なかなかですね、大企業でですね、3年で出世しようと思ったら難しいかもしれないですけれども、このですね、A さんと B さんのですね、違いは一体何だったんだってことなんですね。これをですね、見ているあなたもですね、治療家としてですね、すごく成功した人に出会ったことがあると思うんですけれども、じゃあですね、ちょっとここで質問なんですけども、じゃあ、そのすごく頑張ってて成功してる人と、あなたはですね、すごいこの人間の才能の差があるんでしょうか。働いてる時間が短い。
もしかしてですね、単価が低いとか、そういうですね、テクニック的なことはですね、あるかもしれないんですけれども、でもですね、一つですね、忘れないでほしいことがあるんですけど、忘れてほしくないことがあるんですけれども、それはですね、ここの差だけですよ。だって、同じことやってんのに、同じ結果が出て当たり前じゃないですか。しかしですね、同じことやっててもですね、全然違う結果が出るのはですね、小井の差なんですね。もう少しですね、詳しくお話ししていきますけれども、マインドセットっていうのはですね、水面下で動いてるもんです。潜在意識とでも言いましょうか。ですね。要は、一つですね、山がありますね。ある人はですね、この辺の山、標高2000メーターぐらいのですね、山にですね、目指していきました。じゃあ、2000メーターをですね、登るためのですね、トレーニングをします。ある一方のさですね、エベレスト山みたいなですね、標高7000メーターぐらいですか ?7000 メーターぐらいのですね、ところにですね、目指していこうとですね、するんですね。二人はですね、山登りのためのですね、トレーニングとか、有酸素トレーニングとか、筋肉トレーニングとか、筋トレとかいっぱいすると思うんですけれども、でも、何が違うかって、目指してるところが違いますよね、まずね。これ、マインドセットの差ですね。僕のですね、友人でですね、京都のですね、怪物と呼ばれるですね、馬越圭一先生という方がおられますけれども、彼はですね、若干30にしてですね、年商6億とか5億のですね、接骨院を経営している社長なんですね。かといえば、30歳でもですね、1店舗でですね、100万あげるのでヒーヒー、もしかすると50万あげるのでヒーヒー言ってる人もいるかもしれません。それがですね、あなたかどうかは分かりませんけれども、何にせ、同じ30歳で、同じ努力をしていても、全然結果が変わってくるのは何かって言ったら、このマインドセットでもありですね、目指しているところの差だと思うんですね。で、今日のですね、マインドセットでですね、あなたにですね、一つ質問をしたいんですけれども、あなたはですね、今、何のためにですね、この業界に入って頑張って仕事してるんでしょうか。何のためですね。僕は過去にですね、治療家ですね、100人ぐらい集めたセミナーにですね、喋らせてもらったこともあるんですけれども、何せですね、あなたが今の仕事を選んでる目的ですね。まあ、動機とでも言いましょうか。動機、息切れの動機じゃないですよ。大丈夫ですか僕だけ滑ってますか大丈夫ですか動機ですね。動機がですね、深いっていうかですね、深いものだとですね、とてもですね、いい結果というか、すごくですね、素晴らしい結果、もっと言えばですね、早くお金持ちにもなれるし、自分の目的っていうのも、目標っていうのも達成できます。しかしですね、この目的がなければですね、何のためにやってるのか、例えば、治療家で月100万稼ぎたいっていう人よくいますけれども、じゃあその100万円何使うんですかって聞いたら、って言うんですね。家族で温泉旅行に行こう。そうやったら30万で行けます。家族で温泉旅行に行こうと思ったら30万で行けます。しかしですね、この目的がですね、治療業界を変えていきたいとかですね、自分のスタッフをですね、育ててですね、自分のスタッフがですね、億万長者になるためとかですね、地元のですね、貢献をですね、錦を飾るために、要は、そのですね、動機がですね、大きければ大きいほどですね、大きい成果を出すことができます。そしてですね、僕はこれがとてもですね、一番大事なですね、質問だと思いますけれども、このですね、なぜですね、Y と言いますけれども、なぜ？じゃあですね、なぜその目的を達せなければいけないか、なぜその動機をですね、自分が人生の中でですね、やり遂げないといけないのかってですね、理由ですね、理由。僕はもうこれがですね、なければですね、治療院のビジネスであろうが何であろうが、ビジネスなんか続いていかないもんだと思います。僕のですね、尊敬しているアメリカのですね、マーケティングのコンサルタントでですね、ダン・ケネディという方がおられますけれども、そのダン・ケネディもよく言ってますけれども、理由のないセールスコピーですね、要は広告とかはですね、一番売れない。なぜこれをあなたのために、あなたに出したのかとかですね、なぜこれをですね、あなたではない人に出さなかったであるっていうですね、この理由とか、なぜっていう理由ですね、
目的とか動機っていうのはですね、スパッとはっきりすればですね、人っていうのはですね、必ずいい成果を出すものだと僕自身は思っているんですね。過去にですね、僕もとてもですね、借金を背負ったことがありますけれども、その時はですね、お金欲しいとかできたんですね、動機が。別にそれは間違いではないですけれども、でも、一人のですね、自分一人のためだけにですね、人っていうのはなかなか頑張れないもんなんですね。誰かですね、誰かを犠牲にするわけではないですけれども、誰かのために頑張ったりやるとか、ね、自分のご結婚されている方であればですね、奥さんのために頑張るのでも一つやし、娘のために頑張る、息子のために頑張るですね、誰か第三者のですね、ために頑張るっていうのがですね、一番早く結果を出す僕はマインドセットだと思います。なのでですね、自分の一人のためにですね、頑張るのもいいですけれども、じゃあそのですね、あなたが頑張る理由は一体何なのかということなんですよ。その理由がですね、社会の貢献とかですね、誰かに好かれたいであればですね、その目的っていうか目標は達成されません。なぜならですね、それはですね、本当のあなたの動機ではないからなんですね。本当のあなたの動機、ただ僕やったらですね、なぜお金持ちになりたかったかと言うたら、お金持ちになりたかったからというとですね、もう人に自慢したい。誰かですね、同級生と出会った時にですね、俺だけ違う、なんかこう、いい目で見られたりとかで言うんですかね、優越感を感じて、だからこそですね、僕は多分頑張れてこれだと思う。それが本当の本当の僕の気持ちですね。これがもしですね、社会貢献のためとかですね、最初から言ってたらですね、多分すごく達成したとしてもですね、遅かったと思います。なのでですね、自分にですね、まず正直になってですね、何のために頑張ってるかとかですね、何のために俺はこの仕事をやってるかというですね、ことをですね、明確にしていただいていただきたいんですね。で、明確にしておけば、置くほど人っていうのはですね、これ、動く、動機になるんですね。動くきっかけになると思いますんで、僕はですね、奇跡はですね、僕は奇跡信じてますけれども、奇跡はどういう風にしたら起こるかって言ったら、自分が本当にこれをどう、なんでやってんのかっていうですね、目的動機がスパッとした時にですね、人っていうのはですね、まあ、ラッキーっていうのが起こったりであるとかですね、幸運が訪れたりするもんだと僕自身は思っていますので、ぜひですね、この目的動機ですね、で、なぜ自分がやってるのかってですね、理由をですね、しっかり持っておく。これがですね、僕は人生で逆転ですね、ミラクルを起こすですね、マインドセットだと思ってますので、ぜひですね、これをやってみてください。そのことによってですね、あなたのですね、目標っていうのはですね、早く達成できるもんだと思っていますし、自分のですね、こんなことはできないだろうってですね、自分のですね、途方もない理想もですね、あっという間とは言わないですけれども、今自分が思っている想像以上にですね、早くはですね、達成できるもんだと思います。そのことによってですね、あなたが治療家、はもちろんのことですね、人間としてですね、男として、女としてですね、このようにですね、生きてきた意味をですね、世の中にですね、発せられるもんだと僕自身は思いますので、ぜひですね、このマインドセットというですね、動機をですね、はっきりしておいてください。そんな感じでですね、今日はちょっとですね、熱く語ってしまいましたけれども、どうだったでしょうか。またですね、もしよかったらコメントなどですね、入れていただければ本当に嬉しいです。そんな感じでですね、今週はこんな感じで終わっていきたいと思います。来週はですね、千葉県のですね、大桜というですね、とんでもないですね、もう人が全然いないところでですね、年収をですね、3倍短期間でですね、約3倍にしたですね、先生たちにですね、インタビューをしてきてますんで、ご覧になってください。もしあなたがですね、立地が悪いとかですね、そういうことをですね、言い訳にしているんであればですね、次のですね、週の動画を見ていただくとですね、とてもですね、勇気づけられるもんだと思いますので、ぜひですね、ご覧になってください。そんな感じで、今回はですね、終わっていきたいと思います。では、またですね、来週お会いしましょう。さよなら。